まず私からも御礼申し上げます。立憲民主党代表の枝野幸男でございます。松田さんの応援に来れたこと、そして岡田さんと一緒に並んで選挙運動ができることを本当に嬉しく思っています。この国の政治の流れを変えなければならない。安倍政権の暴走を止めなければならない。そんな思いで一緒に戦ってきていますが、いろんな事情で無所属と立憲民主党となっていますけれども、思いは一緒であります。安倍さんが進んできたこの間、あまりにも極端に行き過ぎてしまった上からの政治と政策をこの選挙で変えていかなければならない。私はそう思います。上からの政治、まずは政策面で、いわゆるアベノミクス、強いものを上から強くして引っ張り上げてみんな良くなると言ったけれども、もう5年豊かな人はより豊かになった。じゃあそれでみんなが引っ張り上げられたか。むしろ格差が拡大をしているんじゃないか。貧困の問題がさらに深刻になっているのではないか。上から強いものをより強くして引っ張り上げる、高度成長の時代はこうした方向が一定の成果を上げたかもしれない。でも今日本は少子高齢化です。人口減少です。目の前のさまざまな生活の不安、そして非正規の増大をはじめとして可処分所得の減少、都市と地方の格差、さまざまな不安と不安と地震の中に、救急車ちょっと前に来ます。終わったので、じゃあ続けさせていただきますが、多くの皆さんの不安や不信の中では、そうした不安や不信にしっかりと正面から応える、皆さんの暮らしに寄り添って暮らしを下から支えて押し上げる、このこと、こそが政治の方向性として必要なのではないでしょうか。上からの政策をやめさせましょう。大体安倍政権になってからやたら自己責任という言葉、政治の側が強調していませんか。確かに人生自己責任で判断しなきゃならないことたくさんあります。でも人生を通じて自己責任だけで全うできる人なんてどこにいるんでしょうか。人生の中には必ず自分の力だけではどうにもならない時がある、どうにもならないことがある。それを支えるのが、その時に寄り添うのが政治の責任じゃないでしょうか。政治が自己責任を煽っているというのは政治の責任放棄ではないでしょうか。ぜひ松田直久さんと一緒に暮らしを下から支えて押し上げる、もう一つの道をしっかりと切り開いていこうではありませんか。上からになっているのは政策だけではありません。政治の姿勢そのものが国民から遠ざかってしまっている、上の方から国民を見下ろしている、そんな政治になっていませんか。皆さん、安保法制、今岡田さんからも憲法の話ありました。平和の問題としてこれは深刻な問題です。と同時にもう一つ深刻な話があります。総理大臣はなぜ総理大臣として権限権力を持ってるんですか。安倍さんは選挙で勝ったから何をしてもいいんだ、俺は権力者なんだ、そう勘違いをしているかのように私には思われます。でも違います。総理大臣が総理大臣であるのは憲法で決められたルールに基づいて選ばれているからです。
総理大臣の持っている権限権力は憲法の認められた範囲の中に制限されているんです。何をやってもいいわけではありません。どんな権力も憲法というルールに従わなければならない。こんなものは19世紀に確立してるんですよ。日本はいつから18世紀になったんですか。今は21世紀でしょう。憲法という自分たちを縛るルール、その解釈を勝手に都合よく変えてしまったのがあの安保法制です。集団的自衛権です。こうした自分の権力の元になっている、源になっている、そのルールを守れない権力には正当性がないです。21世紀に立憲主義なんて言わなければならないのは情けない、みっともないことだけれども、現にそれが今壊されようとしている。そこにしっかりと歯止めをかけることができるのは総理大臣に権力を委ねている主権者、皆さん一人一人であるということを、ぜひ皆さん改めて考えていただきたいです。立憲主義だけではありません。民主主義も履き違えているんじゃないかと思います。確かに民主主義に多数決はつきものです。でも国会の数を持っていれば何をしてもいい、それが本当の民主主義でしょうか。民主主義というのは読んで字のごとく、主権者である国民が主役の政治、国民の皆さんがみんなで相談をして決めるというのが本来の民主主義ではないでしょうか。1億2000万超える国民がみんなで集まって相談ができないから、やむなく選挙をやって議員を選んでるんじゃないですか。そしてみんなで議論をしても意見がまとまるとは限らないから、まとまらない時のために最後の手段として多数決があるじゃないですか。大体自民党に投票している人だって白紙委任をするつもりで投票している人だっていますか。当選したら何をやってもいいですよだなんて言って投票してる人いますか。皆さん松田さんに投票していただきたいですが、松田さん勝ったら何もしてもいいですよだなんて、そんなつもりで投票するんですか。違うでしょ。何人かの候補者の中から自分に一番近い人を選ぶ、それが選挙じゃないですか。勝ったら何をしてもいいだなんて思ってない。ちゃんと主権者である主役である国民の皆さんの声に耳を傾けながら、国民の皆さんのできるだけ大きな理解を得られるような努力をする、その姿勢が安倍さんには感じられるでしょうか。皆さん、皆さんに判断をしていただく大前提、情報公開、森友家計、そして PKO の自衛隊の日本問題、情報を隠す、ごまかすだけではない、追及されたら開き直る。国民の皆さんに情報公開しないで判断できません。安保法制もそうです。特定秘密法も、この法も、そして共同罪も、国民の皆さん反対意見があればそこに丁寧に説明をして理解を得よう、そういう姿勢ではない。こんな人たちの言うことを聞けるかと言って排除する、これは本当の民主主義ではありません。本当の民主主義を取り戻す、まさに暮らしの声に、国民の声に寄り添う政治をしていないから、政策が上からの上で国民の暮らしと駆け上がっているんじゃないでしょうか。まさにこの選挙でこれまでのこうした上からの政治を変える一歩を踏み出そうじゃないですか。これ以上勝手をやらせていいんですよ皆さん。平和の問題も、国民生活格差の問題も、民主主義の在り方も、そろそろ限界ではないでしょうか。